カラマニーは、フランス、オクシタニー地域圏、ピレネーオリアンタル圏のコミューン。1994年に完成した、カラマニーダム、人工湖のカラマニー湖で知られる。フェヌイエード地方の中心部にある。カラマニー湖を見下ろす二つの丘、バドの丘とモンリュドンの丘の間に突き出た岩の路頭の上に町は、ある。カラマニーは、ぶどう畑に囲まれている。2008年。 カラマニーは空前の水不足の影響を受けた。カラマニー湖は1994年以来の最低水位を観測した。地名はおそらくケルト語から来ているか、バスク語のカー、ラテン語のマグナから来ているとされる。カッシーニ地図にカレモニーの記載はないが、カレマイングと記されている。カラマニーのブドウ畑町の経済は観光のほか、ワイン用ブドウ栽培、そして、 カラマニーダムに依存する。労働力の81%が集中する。第一次産業は地域社会に広く普及したドウ栽培である。カラマニーのワイナリー共同組合はコミューン唯一の商業及び加工産業である。2008年に新しいデザイン、新しいスローガンに改められた。80のワイン生産者がいる。町は ルシオンワイン生産地の真ん中にあり、オクコートというルシオンビラージュの名前を付けられる。カラマニーは、レスケルド、ラトゥールド・フランス、トータベルと共に、生産したワインにオクコートというルシオンビラージュの名称が、付けることのできる4つのビラージュの一つである。2009年の生産量は5,920ヘクトリットルに達した。加工岩お及び、変魔岩質の土地に、シラー、 グルナッシュ、カリニャン、ラドナー、ペラット種のブドウが植えられている。ワインはこれらの品種の少なくとも二つをセパージュすることが必要である。カラマニー産赤ワインはワインの全国大会で定期的に金メダルを獲得している。労働力の3%は第二次産業が占める。第三次産業は労働力の約15%を占める。ー労とロから マニーの歴史は、有川と密接に繋がっている。カラマニーダム建設の際、多くの考古学的発見があった。数千年前に遡る、新石器時代のネクロポリスが発見されたのである。カラマニーの存在が初めて知られたのは1085年。一方で、領主一族の存在が、公文書の記述に登場するのは1242年で、ある。当時、ユグドカラマンは、 フェヌイエスシャクの有力な騎士であった。1258年のコルベイユ条約で、フェヌイエスシャク領は、フランス王の総主権下となり、隣接する城と同様カラマニーも、大国境防衛のための前線の城となった。ベレスタ近郊の村ではこの時代の痕跡を留めている。時には地名に、国境のを意味するドラ・フロンティエールが付け足されている。カタルーニャ側に着くことを選んだ。 当時の領主にカラマニーは放棄されるが、領地は様々な領主のもとを転々とした。フランス革命後、最後の領主モレオンナルボンヌ伯爵は、自分の資産、城、領地、そして住民も売却した。1790年、憲法制定国民議会が県を新たに設置する際、フェヌイエイドは、かつてのルシオン伯領、セルダーニュ伯領、カプシール伯領、 コンフラン白領と共に、現在のピレネーオリアンタル県に含まれることとなった。18世紀から19世紀は拡大の時代だった。町の人口はピークに達し、城壁の外へ溢れた。境界もまた拡張され、首労が1847年から1849年に、かけ、フランソワブリア神父指導の元住民自身によって、付け足された。作付け面積が増加し、 20世紀になって、ブドウ栽培に続いて、穀物とオリーブの栽培が成功し農業は、コミューンの唯一の経済資源となった。1923年に始まったワイナリーの共同組合は、1966年より品質の向上に努めている。ありがとうございます。